にちは、柴田です。今回は家でも役立つイヤモニ、その活用法です。僕ら世代だとイヤモニというとですね、大きい会場でやるときに使うものというイメージがあるかと思うんですけれども、近年ではね、そんなことなく小さい小屋でも普通にイヤモニは使用されております。そもそもですね、イヤモニとは何ぞやというところなんですけれども、インイヤーモニター、耳につけるモニターです。通常のモニターはね、こう転がしといて前に置いてたりするんですけれども、イヤホンタイプのモニターということでですね、流れているのはまあクリックだったりシーケンス、あと他のバンドの音、主にねボーカルの方がつけてるイメージがあるかと思うんですけれど、今はねもう全メンバーがつけるような機材になってますね。まあ、慣れると転がし、こう前に爆音を鳴らすよりも聞きやすくて、まあ演奏を合わせやすいっていうところと、あとね難聴なんかにもねなるのを防ぐというところでも、今イヤモニがですね活用されているような感じです。で、基本的には音を聞くためのものなんですけれども、まあ実はですね、ライブ中の通信手段としてもイヤモニって活躍していて、例えばトラブルが起きてますとか、なのでカウント鳴らすのは10秒待ってくださいとか、そういったやり取りをですね実はここで行ってるんですよ。基本的にはなんかライブで活躍するようなイメージなんですけれども、まあ実はですね家でも役立つというところで、今回ですね僕がどういう風に家で使っているかっていうのをご紹介させていただきたいと思います。まあ要はですね、ワイヤレスのイヤホンとして使うんですけれども、まあ例えば Bluetooth のヘッドホンっていうのあるんで、家だけで使うんだったらそれで十分なんですけれども、まあ汎用性ですよね。ライブでも使えるし、家でも使えると。で、家でいつも使っている音を逆に今度ライブでも再現できるので、普段練習している音環境でそのままライブに行けると。なのでパフォーマンス的にはですね、かなりいいものを発揮しやすくなるんじゃないかなと。では、どのように繋がっているかをご紹介いたします。こちらレシーバーですね。これはイヤホンが刺さっております。そしてこちらのトランス、これがどこにつながっているかというと、変換して変換してオーディオインターフェースにつながっております。設定はこれだけ。こちらはギターが刺さってますね。そしてこれはオーディオインターフェースにつながっております。設定は以上、非常に簡単です。そして先日ご紹介させていただいたギター用のねワイヤレス、こちら X5U2 ですね。これをつなげばもう完全ワイヤレスになるわけですよ。これがギターなんですけれども、でここにレシーバーをポチッと挿します。そしてこれをギターに挿します。これで完全ワイヤレス、イヤホンもギターもワイヤレスになります。非常に簡単です。で、チャンネルなんですけれども、しっかりとちょっと合わせていただかないと拾い合う時があります。そしてピーってなる時がありますので、お互い干渉しないようなチャンネルに合わせてください。そうすればレイテンシーなど全然一切気にならずに、ワイヤレス環境で家で弾くことができるようになります。ぜひぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。